はい、皆さんこんばんは。2021年8月11日92日目ビットコインチャート分析22時、こちらコインポストさんのニュースとなっております。 DeFi で過去最大のハッキングがありましたが、ビットコイン市場は動じませんでした。続きまして、仮想通貨の税制改定について、日本暗号通貨資産ビジネス協会と日本暗号資産取引業協会共同要望書を取りまとめたことを発表しました。こちらが可決されれば、株式と同様に税率 20% と損失を3年間繰り越せるようになります。これ本当可決されれば、ビットコインにとってはいいニュースとなります。それではチャート分析をしていきたいと思います。まずは時間足のチャートとなっております。3時頃から上昇してきておりますが、今現在頭打ちして少し下落トレンドとなってきております。マックDも同じくデッドクロス手前の下落トレンドとなっております。 RSI は逆にまだまだ上昇トレンドとなっておりまして、ダイバージェンス少し出ておりますので、一旦調整からの反発期待できます。こちら4時間足となっております。8月9日に底打ちしてから上昇中となっておりますが、やっぱりこの上値がだいぶ重たくなっておりまして、4万7000ドル抜けれなくて今下落してきておりますので、一旦押し目してからの上昇、これがセオリーかなと思っております。 MACD、RSI ともに4時間足では下落トレンドとなっております。こちら日足となっております。7月22日に底打ちしてから上昇トレンド中となっております。ただやっぱり上昇トレンド中でも押し目つけないとやっぱ上がれないというところもありますので、前回の下げた数字、ここを見ていきますと、やっぱりこのラインまでは一旦下がってからの上昇がセオリーかなと思っておりますので、4万1000ドルあたり、この辺までは下落は想定していかないといけません。ここが押し目のチャンスと思っております。 MACD は緩やかな右肩上がりとなっておりますし、 RSI もまだまだ低い状態となっておりますので、まだまだ上昇の余地はあります。今現在はようやく下落トレンドを上抜けしてから上昇中となっておりますので、この6万ドルをまず目指して、ここをサポートとして史上最高値狙っていってほしいと思っております。ビットコインにはここまで上げるポテンシャルはあります。投資は余剰資金、自己責任で頑張っていきましょう。ではまた、バイバイ。